大塚直也です。今日はピアノのトークコンサートだと皆さん思っていらして、なんか違う楽器があったので、あの驚かれた方もいるかもしれません。今僕が弾いた楽器が、チェンマロです。英語ではハープシコードということもありますし、クラブザンというふうにフランス語で呼ばれることもありますが、みんな同じ楽器です。このチェンマロで今日は、あのバッハという作曲家、皆さんがよくピアノで弾かれるバッハの作品を、演奏したいと思います。ちょっと教えていただきたいんですが、今日チェンバロ初めて見るという方いらっしゃいますか？あ、はい、ありがとうございます。もう見たことあるという方、手を挙げてください。あ、どうもありがとうございます。結構いらっしゃいますね。実はこの皆さんの弾いているピアノも、あのチェンバロの仲間と言ってもいい歴史を持っています。というのも、チェンバロというのはピアノと違って鍵盤を押すと、小さな爪がついていて弦を弾くんですが、ピアノはそれを改造してですね、もうちょっと大きな音はもっと大きく、小さな音はもっと小さくなるように、ちょっと新しいチェンバロを発明しようって言って開発されたのがこのピアノという楽器です。ですから元の名前はピアノというのは実はとっても長くて、ピアノもフォルテも出るチェンバロっていう名前だったんですね。その一番最初だけを取ってピアノというふうな名前になりました。今ではピアノを弾く人とチェンバロを弾く人は分かれていることが多くなってきましたけれども、本当はピアノを弾く人もチェンバロを弾く人も一緒で、これからは本当にあのピアノを弾く方もぜひチェンバロや、それから後でご紹介しますけれども、オルガンやクラビコードなんかも弾いてくださったら嬉しいと思います。このチェンバロのために曲を書いた作曲家たくさんいるんですが、もう一曲このバッハの、曲を聴いてください。パルティータの1番からプレリュードです。
このパルティータの一番、もしかしたら多くの方がピアノで弾かれたことがあるんじゃないかと思いますけれども、この曲は実はバッハが始めた楽譜出版のシリーズの第一作でした。バッハはライプツィヒという町で、バッハの顔先まで映ってましたけれども、ライプツィヒという町で楽譜出版をするんですけれども、その中でこのチェンバロのための曲、このまさにパルティータの一番を出版して、そこにこんなタイトルをつけました。クラビア練習曲集という名前をつけました。まあ、練習曲集というとゼルニーとか、まあ、ハノンとか、まあ、我々もたくさん弾きますけれども、この練習曲集という言葉の元になっているドイツ語のユーブンクという言葉は、どちらかというと修行するとか修練するという意味もあるんですが、そのクラビアというものを修行するシリーズと言ってたらいいでしょうか。そういった曲集の最初の曲です。実は今日そのプログラムのクイズのところにも書かせていただいたんですが、クラビアというのは何のことか皆さんご存知ですか。ピアノにもついているある部品の名前です。ピアノにもいろいろ部品がありますよね。ペダルとか蓋とか譜面台とかありますよね。このクラビアというのは実はピアノの鍵盤のことです。もともと鍵という意味なんですけれども、鍵盤のことです。つまりそれが大きな意味、広い意味になって、鍵盤のついている楽器を何でもクラビアと呼ぶようになりました。ですからチェンバロもクラビアですし、それからピアノもクラビア、それから意外に思われるかもしれませんけれども、ちょっとパイプオルガンを映していただきましょう。このパイプオルガン、この大きなオルガンもクラビアの仲間でした。その証拠にバッハのこの自分で出版したシリーズの第3作目はこの大きなオルガンのための曲集です。こんな風にクラビア、今我々はピアノでクラビア作品というのを弾きますけれども、実は鍵盤のついている楽器、何でもクラビアと呼ばれていた時代があります。現代のドイツでは、まあ、クラビアというともっぱらピアノ、ピアノのことだけを指しますけれども、実はこんな風にいろいろな楽器がありました。こういう大きな音のするオルガンやピアノもありますけれども、実はすごく小さな音の楽器もあります。チェンバロより小さな音なんて信じられないかもしれませんけれども、ちょっとご紹介したいと思います。ここにあるのが、バッハが一番好きだった楽器というふうに伝えられている、クラビコードという楽器です。本当に音が小さいんですけれども、今日後で3部が終わった後にチェンバロとクラビコード触っていただく時間がありますので、どんなふうに音が出るか知りたい人は後で近くで見てください。こんなに小さい音です。聞こえますかね。ちょっとこれで一つプレリュードを弾いてみたいと思います。だんだん耳を澄ませていると大きな音に感じられてくると思います。
小さな音で、この会場には本当に小さすぎるんですけれども、だんだん耳が慣れてきたんじゃないかと思います。それでは最後に、もう一度チェンバロに戻って、皆さんがピアノでよく弾かれる曲をもう2つだけ聴いていただいて終わりたいと思います。こんな風に実は鍵盤の仲間は大勢います。ですのでピアノを弾かれる方、ぜひ機会を見つけてはクラビコードやオルガン、そしてチェンバロ、他にもたくさんの鍵盤楽器があるんですが、触っていただいて、当時のクラビア奏者のようにいろんな楽器を弾きこなしてくださったら嬉しいです。それでは最後に、皆さんがよく弾かれるインベンションの13番、それから平均律クラビアより、変路長調を弾きたいと思います。今日は時間の関係でプレリュードだけを演奏させていただきます。